どうもおはこんばんは、魔法陣くるくる YouTube です。今日はもうこの2000円のトレスカパック引いてくって感じで引きました。あかんじ、あかんじ来ましたね。 TOTW 黒、黒いカード、あかんじ、週刊最優秀チーム、あかんじ。え、これ6万5000円くらいの価値ですね。まあでもトレカだったら売りたいんだけど。あれ、レンタルラッシュとヒーロー、リカルド・カルバーニョ、あと OTW のなんかドイツ、ドルトムントのやつ来ましたね。あ、漢字いいじゃん。あ、メンディいいね。あーっていうか、漢字よりいいやつ来ました。エデル・ミリトン、やべえ、これやばいよ。序盤にエデル・ミリトンはもう固定だね。10万。じゃあエデル・ミリトンとバランでいいじゃん。このパックトレフカだけど引く価値、アリオリの、アリランじゃないですか、普通に。2000コイン、2000以上かかるパック、引きました。このパックの方がいいと思うよ、マジトレフカだけど。って感じでやってきました、スカバト報酬。スカバトエリート1報酬、レア選手パック2名。はい、引いてみましたが、総合値82かよ。なんだこのガチャ。スカバとコンピューター戦エリート1持ってくるのめちゃくちゃ大変なのに、こんなゴミ引きかよ。って感じで2回目来ました。いや、83サパタ、レア選手パックってこんな闇深いんですか。ピケ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 ゲリ。いや、ゴミ引き。初めてのスカバと一番上のエリート1報酬は日本で一番ゴミ引きでした。知らんけど。これ以上ゴミ引きな人いるの？教えてください。何なんでしょうか？失礼します。ありがとうございました。